皆さんこんにちは、スタイリストの若狭です。今日なんですけれども、今日はですね、皆さん大好きな、ザラですなんか以前ちょっとパンツをですね2本買ったんですけど、ちょっとタイミング的にご紹介できていなくって、すごく楽ちんで、なぜならちょっとウエストがゴム的なパンツ2本なんですけれども、楽ちんなだけじゃなくて、もう履いただけで今時感が出るし、これからの季節にすごい活躍しそうだなっていうアイテムなので、ぜひね、履いた感じとかちょっと参考にしてもらえたらなと思っております。まだサイトの方でも全然販売していたので、ちょっとサイズによってもしかしたらちょっと欠けちゃってるかもしれないんだけれども、全然オーダーできると思いますので、はい、丈感とかあとコーディネートもやるので、着こなしとかね、参考にしてもらえたらなと思っております。ではですね、まず1着目なんですけれども、はい、1着目はですね、はい、ヘムスプリットヘムパンツです。見える？こんな感じ。はい、名前の通りですね、サテン地です。ほら、ちょっと光沢感結構あるでしょ。で、先ほどもお伝えした通りウエストゴムなんです。これめちゃめちゃ履き心地いいですよ。そう、私サテンのパンツすごい好きで、他にも持ってるんですけど、結構夏場って上とかこうコットン地のね、こう汗とか吸収しやすいような素材になるじゃないですか。その時に少しちょっとスタイリッシュに決めたいなっていう時は、サテンのパンツね、めちゃめちゃ使えます。はい、裾のところがね、こういったちょっと割れてるんですはい、もうデザインなんですけれども、なのでまあヒールで履いたりとか、スニーカーで合わせたりとか、結構いろいろと足元変えただけでね、雰囲気変わるので使えるパンツです。私がこれ買ったのはですね、XS になります。そう、なんか店頭だと S しかなくって、S だとやっぱちょっと大きかったんですよ。ね、なんかザラのこのボトムの選び方って結構アイテムによってサイズが全然違ってくるので、絶対これね、履いた方がいいですよ。じゃあこれちょっと履いてみたいと思います。はい、着た感じ、こんな感じです。結構ジャージ感があるでしょでも横から見ると、ここのサイドのスリットがすごいおしゃれな感じでなっていて、まあ、ヒールで合わすとちょうどいいんですよね、こうタッキャケ感が、まあ、カジュアルな感じの、シルエットだけれども、まあ、スポーティーな感じなんだけど、素材がサテンだからちょっと大人の方も使いやすいっていう感じかなと思います。すごいやっぱね、ウエストめちゃめちゃ楽です。こんだけこんなに余裕があるから。あとこういったね、こういうところのパイピングがすごいお気に入りだなって感じですね。はい、後ろこんな感じ。はい、まず1着目のコーディネートなんですけれども、はい、かなりカジュアルなスタイルを作ってみました。まあカジュアルな、ね、パンツなんですけれども、キャップに、ボーダーにスニーカーってことで、まあ本当カジュアルなね、アイテムをふんだんに使ってるんですけれども、ポップとしてはね、やっぱり耳元のちょっと大ぶりなピアスだったりとか、あとはこういったね、サテン地のパンツにするだけで、かなりこう、今時感が出てね、はい、大人っぽい着こなしができるんじゃないかなと思います。はい。次はですね、結構さっきとはガラッと違う、エレガントな、ね、スタイルを作ってみます。はい、こんな感じです。上にレース、これ結構私気に入っていて、そう、ヴィンテージなんですけれども、すごくね、こういった場に結構使える感じなんですよね。夏の黒って結構重たくなりやすいんですけれども、こういった感じで全部こうね、違う素材、まあ、サテンのパンツに中に、ニットですね、ニットのタンクトップと、あとレースを合わせてるんですけれども、まあ、素材が全部違うだけで結構こう軽やかなね、印象になるので、こういったレースものね、1個あるとかなり使えて、私すごく重宝してるんですよ。はい、なんかデニム合わせとかも可愛いと思いますし、まあ、全身こういったプロでね、まとめるのも大人っぽくていいかなと思います。はい、
次なんですけれども、もう一本はですね、こちらです。じゃん。はい、さっきとはちょっと打って変わっての素材なんですけれども、これはコットン生地になります。まあ、見た目ちょっとね、ぽっこりと着そうかなっていうようなシルエットなんですけれども、これもすごく今時風な感じのねシルエット、腰回りがすごくゆったりしていて、裾にかけてちょっと細くなっている感じなんですけど、まあ、ウエストもこんだけゆったりとした、はい、ゴムなので、これもすごく楽ちんです。で、まあ、白系のパンツでこの形ちょっと持ってなかったので、ワイドとスリムは持ってるんですけれども、ちょっともう少しカジュアルチックなものが欲しかったので、これにしました。これ色もね結構種類がたくさんあって、全部でね7色か7色もあるんですよ、はい、で真っ白もあったんですけど、ちょっと真っ白でこの形だとなんかちょっと白すぎてちょっと違和感があったので、私はこのエクリューっていう色にしました。はい、で後ろもこういったちゃんとポケットもありつつ、で裾にかけてちょっと、まあ、テーパードっぽくなっていて、なので本当大人の人とか結構こういった形今っぽくなっていいんじゃないかなと思います。じゃあこれとりあえず一回ちょっと履いて説明をしたいなと思います。はい、履いてみました。こんな感じです。めちゃめちゃ楽です。これも、はい、ウエストもこんなにまだゆとりがあるので、なんでハイウエストのねデニム結構やっぱり大人の方難しいっていう、まあ、お腹周りがちょっと気になって難しいっていう方もこれだったらすごく楽ちんだし、腰回りもねすごくゆったりしてるので、下半身結構ねお肉ついてきちゃったっていう方とかもインして履けるボトムなんじゃないかなと思います。これも今こうねヒールで合わせてるんだけど、全然スニーカーとかも、はい、とても相性がいいと思うので、まあ、スニーカー履く時はね結構足首を見せた方がバランスよく履けていいんじゃないかなと思います。はい、まずですねカジュアルなスタイルから組んでみました。はい、こんな感じです。上もねちょっと T シャツなので、まあ、アクセサリーとかはねマストでつけた方がいいかなと思って、今ゴールド系をねつけております。で最近買った、ね、この帽子すごく気に入っていてですね、ルールロジェットさんのものなんですけれども、展示会の時からすごく狙っていてですね、はい、ようやく買うことができました。まあ、トレンドの、ね、ちょっとグリーンを差し色にしてみて、でよくよく見るとこれチェック柄なんですよ。はい、可愛くないですかこれすごい夏場活躍しそうだなと思っております。はい、日焼け対策もねバッチリで、だいたいこんな感じでね夏は過ごすことが多いかなっていうスタイルですね。はい、はい、次はですねちょっときれいめな、スタイルを組んでみました。こんな感じです。はい、まあ、B さんからねちょっときれいめなサンダルに変更してみました。でジレをね羽織ってるんですけれども、まあ、中がね白いタンクトップに白い、パンツなので、ちょっとねぼんやり感出ちゃうかなってことで、まあ、ちょっと濃いめのねジレで、締めてみました。はい、でバッグはねこの前ご紹介した、カゴバッグの中身を持っておりますまだ見てない方ねぜひ見てみてください。はい、こういった感じにちょっと大人っぽいトーンでまとめております。以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。今日のねご紹介したパンツは本当これからねこう夏 T シャツになったりとか、結構カジュアルなねアイテムをトップスに持ってくることが多いと思うので、まあ、そういった時にもうさらっとこうウエストもゴムだし楽ちんでいて、今時スタイルができるパンツってね結構重宝すると思いますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた更新するので、ぜひ見に来てください。チャンネル登録まだの方ぜひお願いします。あと高評価ボタンと、通知設定もお願いします。あとねインスタグラムも日々更新しているので、ぜひフォローの方お願いします。なんか展示会もね結構今いっぱいあるので、新しい次のシーズンかな
のちょっとトレンドのものだったりとかをちょくちょく上げていきたいなと思いますので、はい、ぜひフォローお願いします。それではまた、来週も頑張って更新したいと思いますので見に来てください。